ウソもオカリンです。本日もスカイウォードソード続きやっていこうと思います。というわけでみんな見てほしいねんけど、見てほら剣がね、ほらめちゃめちゃ細かくジョイコンに反映してんのよ。これすごくね。ほら見てや見てや、ジョイコンのカメラのほら全く一緒の動きしてんねんけど、俺リンクやんマジで。すげえ。いやー、なんかセンサーのさ、あれ上がってるよな。なんか なんていうの、正確度というかさ。さあ、今回はこちらやね。ここの滝の方に行って赤の鳥を探してこいって話なんやけど、まあそこに敵がようさんおるから気をつけてねーって話やったと思うよ。なので、どっち方面になるのかな。この橋を渡って左か。だからここやな。ここの橋を渡って左やから、あれか、あの滝やな。よし、目指すぞ。危な、ここ押したらあかんやん。これとか切れるかな。あ、これハートやん、よう見たら。ほら、うわ、この音ナッツ一緒やん。ブレスオブザワイルド、違う違う、あ、トワイライトプリンセスと。うわ、なんか今感動したっていうか鳥肌だったな。よいしょよいしょ。え、こんなとこに敵いる？絶対おらんと思うねんけど。見てみなさい、この石像、いつの頃から立っているかは知らんが、片方の目しか埋め込まれておらんのじゃ、かわいそうじゃの。おお、ほんまや。これ宝石探してこい言うてんか。なるほどね。なんかいろいろ飛び立てるところがあるな。あ、あれとか島なんかな。あ、あっちにもある。ほら。あ、だからあっちを冒険するんや。なるほどね。こっから飛んで他の島に行くって感じか。オッケー。お、切れる。うわ、なんか気持ちいい。ふい、ふい。ふい、ふい、ふい。月、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 月。ええやん。何これ。うわ、洞窟か。あ、閉じ込められてる。今助けに行くぞ、待ってろ。これより竹の裏への洞窟、吸血動物出没注意。ほう、ふるふる、よっしゃ行くぞ。うわ、滝の裏への洞窟、怖え。あ、なんかいる。任せた。はっはっはっ、やあやあ、ちょっとやばいやばい、とりあえず回転切り、やばい疲れた、まずい。よいしょ。なに、もうそんなんいいから言うてる場合か。はいはい、よし。あれな、注目やっていこうか。確かトワイライトプリンセスも注目したらなんか楽になったはずやから、なんか飛び込み切りみたいなんやないの。両方振ったらなんかジャンプ切りみたいなするな。お、上は関係ないのか。オッケー。おお、ほほ、あ、いや、な危ねえ。これ看板じゃないの。あ、これ看板違うな。あ、宝箱ある、あれ取りたい。いけるかな。いや、ナイス、よしよしよし。これ何。あ、お金か。よしよし、しっかり20ルピー回収して、ちょっと待って、戻れへんなった。おお、落ちてもうた。待って待って待って、ほっ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 、よし、これ繋がってんのかな。あ、これここ繋がってるな。危な、なんだ、ほっ、やっやっ、おお、え、楽しい、これなんか実際に戦闘、ほんまに戦闘してるみたい。このマイクがなかったらマジで最高。何これ、これいけへんねんけど。あ、登れる。いやー、これでボス戦めっちゃむずいやろな。お、よしよしよし、まあ、なるべく敵倒していこうか。ここ登れんな。これ宝箱じゃね。あ、あ、やめろ、やべ、違う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 、お、
違う剣振って剣振って、はい、ナイス。危ない。あ、宝箱や。よっしゃ、これだいぶ俺買い物できるんちゃうか。帰ったらちょっと買い物したいな。なんかヨウさんおるな。回転切りし放題なんか強いな。ほんで剣振るのにスタミナがいるから、そこちょっとしっかり管理していかないと難しい。ほほほ、突きが効かへんこいつ。なんてやつや。よいしょ。あ、もう出口やな。この草怪しい。なんかある、なんかある。やばい、疲れた。疲れんの早すぎるってお前。貧弱かよ。ほっ、うわ、どういう視点なんこれ。オッケーよし。いや今回いきなりめっちゃ剣振れる、楽しいわ。よし、そしてこっちやな。あ、どうした。やっぱり西島だった。はい、西島です。あなたが滝のあたりに行ったって聞いて空から探していたの。どう、見つかった。いや多分この先にいると思うんやけど。でもこの先はバドたちがよく遊んでいた場所だって聞いたわ。了解。あ、誰か呼んでる。ああ、ごめんなさい。さあ行ってみましょう。あ、こっからゼルダも来んの。あ、来てくれるやん。お、あ、見つけた。あ、かわいい。なんかよっしゃ、今助けてるからな、待ってろ。ほっ、じっとしときや。ふるふる、あれ、こっちか、このロープか。ほっ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 いやいや、ほっ、いや難しい。よいしょよいしょ、上からこう、しっかり狙い定めろ。ほっ、なんで、ほっ、これや。ほっ、しっかここここ、よし、大丈夫か。うわあ、かわいい。わあ、すごい、羽の色が綺麗やな。ああ、やめろやめろ。よし、これで鳥乗りの練習ができるわけやな。できるか。さあ会場に急ぎましょう。早速あの子に乗って。ん？ねえ西島、今の呼び声聞こえた？いや、何も。最近よくあるの、誰かが私を呼んだような気がすること。なんやろうね。雲の下ってどんなだろうって考えたことある？みんなはこの下には何もない虚無の世界だって言うけれど、私は違うんじゃないかって思う。あ、めっちゃ島あるぞ他に。お父様が持ってる古文書にはね、スカイロフトよりもずっと広い大地と呼ばれる場所のことが書かれているの。調べた人は誰もいない。ロフトバードだって厚い雲に阻まれて抜けられない。でも私いつか雲の下を見てみたい。ほう、あ、なんかすごい雲のドームみたいなのある。なんやろ。飛び降りたら下を押して今度こそ呼べるはずよ。おっしゃ、行くか。人生初の鳥乗りよ。頼むぞロフトバード。ほんで下ボタンや。あ、違うんか。あ？下ボタン。あ、ナイス。
おお。あ、なんじゃなんじゃ。操作できるぞ。あ、島やと思ってたん、これか。このな、くるみみたいなやつ。うん。上下左右自由に飛ぶ方向を指示できるわ。俺もこうやってね、右手で、こう操作してますね。上に頭を抜けるとスピードがどんどん落ちていくから、上げたいときは、こうな。うん。オッケーオッケー。はいはい。いつもと変わらない？変わらんね。調子ですが。減速するってのもあるな。おぉ、すごい、ブレーキ、ブレーキ。いいね、いいね。もうええんやけど。ゼルダ姫。あ、こう振ったら、羽ばたく。なるほど。いいね、いいね。加速して何かにアタックしたり、減速もできる。おお、すげえ。オッケー、終わったっぽいわ。だいぶ長かった。あんなことがあったのに、やっぱりあなたのロフトバードはすごいわね。このことをお父様に知らせてくるわね。了解。わ、出たな、おバカさん兄弟。よう、西島、なんだおめえのチキン、見つかったんだって。でもよ、おかげで待たされた俺たちは朝から整えてたコンディションがガタガタだぜ。たく、なんでおめえだけいっても特別扱いなんだ。ただのぼんやり野郎のくせによ。キー、大体な、今もゼルダと一緒にここに来たみてえだが、おめえは女と一緒でないと何もできねえのか。僕ゼルダちゃんと仲良しです。幼馴染のお似合いカップルですって自慢か。ああ、自慢なのか。こいつなんやねん、もう。バラさん、普段はゼルダを必ず俺の嫁にしていつも一緒にいるんだ。ってな。そうですね。まあ、しかしなんだ。この儀式で優勝したやつが女神役から、ゼルダからもらえるパラショールは俺様がいただきだ。あ、なんやそれ。手作りやって。なんかパラショールやからさ。あ、あれか。羽織ってるやつな。いい香りだろうな。その上優勝したら、女神像の上で儀式、二人っきりの儀式、邪魔する者はいねえ。そんな最高の場所で俺様とゼルダは。なんやこいつ。バラさん、バラさん、後ろ、後ろ。なんだよ、うるせえな。おお、私とあなたが何？なんだこれ、何見せられてんだ俺は。西島、お前も鳥が見つかってよかったな。今日は正々堂々勝負だぜ。じゃ、後でな、ゼルダ。うん、またな。いや、すがすがしい日だ。またな。ああ、バラさん待って。何が正々堂々よ。こっちが言いたいセリフだわ。了解。二人きり？え、もう西島まで。あ、ごめんね。よし、鳥乗りの儀式や。行くぞ。あ、なんやこれ。航空隊みたいになってんな。飛行機雲や。俺できるかな？絶対むずいやん。少な。こんだけ？もう少しで西島は消すようになるところだったが、全員揃ってよかったな。では、はじめにルールを説明する。今から鳥の彫像をつけたこのロフトバードを放つ。私の合図でスタート位置からダッシュ。そしてそのまま空にダイビングして鳥に乗ってもらう。はい。鳥で飛行し、いち早く鳥に追いつき、ちょうどを手にした者が優勝者となる。はあ、簡単ですね。これに優勝した者は、騎士学校の後頭部に進級できるのはもちろんだが、栄誉の品が贈られることとなる。はあ、創立25周年にあたる今年は、特別にあの女神像の上で授与される。また今年は希望により
手作りの品が贈られる。わあ、やった、村一番の美少女や。うい、お気ぃつけろよ。でもあれね、4人中1人しか後頭部に行けへんって、なかなか難しいんちゃう。はじめ、おお、急に始めんなってお前、ずるいぞ。行け、集合。よし、行くぞ。どこで、あれか、まず上に上昇、ダッシュからの上昇。オッケーオッケーオッケー、いける。いや、むずい、上昇。いや、ちょっとめっちゃむずいで、これまっすぐ進まへんねんで。上に上がる、いけ。あー、無理か。待て、上上がろう、とりあえず上上がろう。で、どこ行ってん。おい、ちょ、右、めっちゃ遠なってる。なんでそんな遠なってんの。まっすぐ進めへんねんけど、俺まっすぐ進むのが難しい。で、上から攻めよう。上から急降下で、この角度。はい、いって、なんじゃお前。上行って、よいしょ。あれ、どこ行った、これか。よいしょ、やばい、先に越される。行け、ほう、ふっ、行け、捕まえる。行け、なんじゃお前、余計なことすんなよ。行って、何やあいつ。うわ、お前ヨッシーみたいなことしてくるやんけ。マジかよ、せっかく行ったのに。これ何、危なめちゃめちゃ命中率いいやんけお前、どうなってんねん。よう当てたな。ここや、来た、よし、捕まえろ。おお、行った、ナイス。めっちゃむずい、この鳥操んの。西島、おい、大丈夫かお前。よいしょ、おお、飛び込むことに抵抗がないな。大丈夫、優勝おめでとう。いやー、ありがとう、やったぜ。さあ、儀式よ、女神像の手のひらへ行きましょう。いや、もしボス戦でさ、鳥に乗るボス戦とかあったらめっちゃ苦労しそうやな。ああ、うまいやん。いにしえより我らを守り、導きたる女神よ、あなたになり代わり執り行います義に、どうかお許しと祝福を。鳥人の宴にて勝利を収めし和光土よ、古き習わしに従い女神よりの祝福を授けます。これより後もそなたと、そして結ばれし鳥に良き空があらんこと。うわ、目の前で脱いでくれんの。女神よりの祝福、空舞い降りる白き帆、そなたの手に。パラショールを手に入れた。これマントみたいな、そういう位置か。いや、これで高い場所からでも安全に着地することができる。ほのかにいい香り、やったな。そのパラショールはね、昔女神様から選ばれし者に与えられた品なんですって。もちろんそれは女神様じゃなくて
私が今日優勝者のために一生懸命作ったんだけど、あなたに渡せてよかった。大切にしてね。オッケー。ありがとう西島、私との約束を守ってくれて。さあ儀式の最後ね。え、何をすんの？ちょっと待ってくださいよ。いや、まあ、だいたい分かっちゃうんかな、僕は。やらしいことするんでしょ？ん？スケベするんでしょ？うわ、ほんまにしおるんじゃん。ああ、なるほど。ああ、びっくりした。うん。あそこの中心にうまく降りるのがこの儀式の仕上げ。飛び降りたら着地する直前にパラショールを開くの。ZR やから。右な、これな。よし、チキンレースか、行くぞ。まだや、まだ。ちょちょ、どこ行くね、どこ行くね。はい、おいうまくできたわね、さすが西島は。何やそれ。わあ、赤と青でかっこええな。ねえ西島、せっかく優勝したんだし、天気もいいし風が気持ちいい時間だし、なんやスケベするんか。空の散歩をしてから帰らない？今んとこ全然さ、ゼルダがさらわれるとかそういう気配ないけどな。めっちゃ平和やで。なんか大体いつもさらわれんのにな。私絶対今日のこと忘れない。あなたがとても上手に飛んで優勝した姿、二人で一緒の鳥乗りの儀、本当に素敵な日だった。あの西島、どうした？私ね、あっ、なんか言うたそばから。何あれは。お、砂嵐か。よかった、敵が攻めてきたんか思ったわ。びっくりしたわ。まずいまずい、帰った方がええんちゃう。おい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 、いや、それは無理じゃない。え、これさらわれたってこと？マジ？まだ？西島、これは冒頭にあったシーンやな。誰や？誰や？あなたを待っています。目覚めの時は訪れました。大いなる使命のためあなたの力が必要とされています。まだ西島。あ、あ、ゼルダ姫おんのか。いや違うな。うぅ、めちゃめちゃホラーやん。目が覚めたか。気絶したお前をロフトバードが連れ帰ってきた時は肝を冷やしたが、運よくお前にもロフトバードにも怪我はなかった。西島、ゼルダはどうした？お前と共におったのだろう。娘はどうなったのだ？いや、クジラに食われたわ。もうもうあかんわ、もうあかん。黒き竜巻、普通の嵐ではなさそうだな。ということはやっぱ敵の仕業ってことか。マジか。
平和や思たのいな。まだ無理をしてはいかん。ゼルダの様子だが、あの子はいつもと変わらぬようであったか。いや、なんか最後に言おうとしてたな。うん、ゼルダが大地と言うておったか。そしてお前は同じ夢を何度ともな。大いなる使命。いや、すまん、気になることがあっての。ゼルダのことだが、ロフトバートと共にやるのならばきっと大丈夫であろう。どのみち夜の捜索は難しい。光が乏しく、夜目では見つけるものも見つかる。ゼルダは大丈夫だ。必ず生きておる。必ずな。あ、これゼルダが聞こえてた声じゃないか。騎士学校。さあ、といいますことでセーブもされたということで、今日はこの辺にして終わろうと思います。また次回、多分この島から出ることになるんかなというところからやっていこうと思います。それではお疲れ様でした。バイバイ。